短冊に願い事を書く一足早い七夕イベントが藤枝市のホテルで始まりました。この七夕イベントは願いを込めた短冊を笹に飾り付け、七夕気分を味わってもらおうとホテルオーレが毎年実施しているものです。いつでもどなたでもご参加いただけるのでお気軽にお越しください。ご自身で今願い事を書くとしたら何て書きますか？やはり家族みんなの健康に限ります。イベントではアンケートに答えて応募すると抽選でハローキティルームペア宿泊券やホテルのレストランでのランチ食事券がプレゼントされます。このイベントは来月7日まで実施されます。